ルマルトー・サンメートルは、フランスの作曲家、ピエール・ブーレイズの作品。1947年から開かれた、ダルムシュタット化期代を音楽講習会において、ブーレイズは、ピアノ・ソナタ第2番、ストリクチュール第1巻、ポリフォニー X などの作品により、ミュージックセリエルの騎手として台頭していた。その中でこの作品は、1953年から1955年に、 かけて作曲され、1955年6月18日に、ハンス・ロスバウト式によって、バーデン・バーデンで初演された。ストラビンスキー、リゲティア・アシュトックハウゼン、アドルノなど多くの音楽家の賞賛を浴び、ブーレーズの名声を一気に、国際的なものにした。アルトソロ、アルトフルート、ビオラ、ギター、ビブラフォン、白リンバ、打楽器。中音域の楽器が多いことが特徴である。 作曲者によると、シロリンバはアフリカのバラフォンを、ビブラフォンはバリのガムランを、ギターは日本のことを模しているという。フランス語では、ビオラのことをアルトアルトと呼ぶため、フランス語での楽器編成には、女性のアルトと楽器のアルトの表記に注意する必要がある。2016年現在は、シロリンバのパートは4オクターブシロフォンで演奏されることが多く、 白リンバで演奏されることはほとんどなくなっている。白リンバは樹脂の劣化が早く、思ったほどならなくなってしまうことが分かったからである。ブーレイズ自身はこの作品が、シェーンベルクのガツに疲れたピエロの影響を受けたことを表明しており、アルトと6つの楽器という特殊なアンサンブル、1曲ごとに変化する楽器編成、曲全体が3つのサイクルに分かれている点はそれを示している。 またそれまでのストリクチュール第一巻や第二ソナタなどの作品で顕著であった厳格なセリー、アンテグラルに対し、この作品ではより柔軟な使い道を始順しておりセリーの自由度が飛躍的に高まった。ブーレイズ本人は音律の改変はもう分析不可能なレベルにまで達しているとダルムシュタット書き講習で発言したものの、その後エルサレム大学のレフ・カブラ・ヤコブによって、 全曲の音響解析が行われた。ブルーレイズがどこまで改編を行ったかは、カブラ・ヤコブ、レフ、1990、ピエール・ブーレーズ、A r ールド・オブ・ハーモニー、PhD ・ディス、ヒーブル・ユニバーシティ・オブ・エルサレム、クール、ハー・アウッド、アカデミック・パブリッシャーズ、ISBN3 から718604221に、そのすべてが記録されている。この作品は、全球学賞である。 怒る職人の前奏、孤独な死刑執行人たちの保育地、怒る職人、孤独な死刑執行人たちの保育に、美しい建物と、様々な予感、孤独な死刑執行人たち、怒る職人の構想、孤独な死刑執行人たちの保育産、美しい建物と、様々な予感変装テクストは、フランスのシュルレアリスムの詩人ルネシャールの詩集、ル、 マルトーサンメートル、1930年から3つの詩が用いられている。またブーレーズは、すでに2つのカウンタータ作品、水の太陽、婚礼の顔で彼の詩を用いていた。この他にも市販されていない放送録音あるいはテレビ、撮りなどがある。ありがとうございます。